クリスマス公演大成功おめでとう。乾杯。乾杯。アマミヤさん、アザミさん、クラリスさん、ハツホさん、そしてアナスタシアさん、みんなお疲れ様。本当に素晴らしい夢のような舞台でしたわ。お客様に代わって、そしてかつての帝国歌劇団の一員として心からありがとう。もう一度帝都に奇跡の鐘が鳴る日が来るなんて胸が熱くなりましたわ。礼を言うのはこっちだぜ。この舞台を演じることで花組がなぜ舞台をやるのか少し分かった気がします。私たちは昔の花組の強さだけを目指せばいいわけじゃない。帝都を幸せな思いで満たすことも受け継いでいかないとダメなんだって。どうでしたか？私たち少しはスミレさんたちのように慣れてましたか？ええ、見事でしたわよ。まあアナスタシアが泣いてたぐらいだからな。いい思いが伝えられたんじゃねえか。そんなことはないわ。見間違いよ。まあそういうことにしておきますか。何を。本当に泣いてなんかないんだから。アナスタシアさん、これで本当にお別れなんですね。サクラ、私たちの大切な先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。やめてよ、私はそんな。俺からもお礼を言わせてくれ。今までありがとう、アナスタシア。明日のベルリン戦、君に参加してもらえないのは残念だけど、俺たちはきっと勝ってみせる。それが君への恩返しだ。キャプテン。締めっぽいのはこれぐらいにしておこうぜ。明日はいよいよベルリンとの決勝戦。英気を養うために食べて笑って楽しんで、それからゆっくり眠ろう。ごめんなさい、少し席を外すわ。ん？ああ、わかった。クリスマス公演も無事に終わったことだし、風呂にでも入ってゆっくりするかな。しかし本当に素晴らしい舞台だった。目を閉じればあの感動が蘇ってくるようだ。忘れられない一日だな。みんなありがとう。ん？今日の公演最高だった。あんなに気持ちいい舞台初めて。私もだぜ。練習の成果を出し切れてすげえ充実感がある。今回の公演は一日限り、これで終わり。なんだかちょっと寂しいですね。まずい、さくらたちだ。このままではいろいろな意味で忘れられない日になってしまう。どうすれば。そうだ、劇蔵君に変身してやり過ごそう。
沢くんがあるよ。こんなところに誰が置いたんでしょうか。昨日まではなかったはずなのに。うまくごまかせたみたいだな。危ないところだった。どうでもいいじゃねえか。とっとと服脱いで風呂に入っちまおうぜ。服脱ぐ？ちょっと待ってくれ。さくらさん、本当に綺麗な肌ですよね。グラリスだって綺麗じゃない。透き通るような肌ってこのことでしょ。みんなすまん。目をそらそうにも激蔵君は首が回らないんだ。話ばっかりしてねえで、さっさと脱いで入るぞ。アゼヒ一番。はいはい、すぐに脱ぎます。ほんとアツボってお母さんみたいだよね。全部脱ぐ。いかん、これ以上は理性が。何か方法は。じゃあ一緒に脱ぎましょうか。せーの、うわー、目を閉じればよかったんだ。こんな簡単なことに気づかないなんて。時は風呂が一番だな。みんな風呂に入ったか。よし、今のうちにここから出よう。にっ、うわっ、なんだ、アザミか。びっくりしたじゃないか。聖獣郎、ちょっといい？ん？どうしたんだ？アナスタシアが席を外す前、窓の外が光った。そうなのか。気がつかなかったけど。でもそれがどうかしたのか。その光を見てアナスタシアは外に出て行った。一体何しに。誰かに会いに行ったとか。誰に。それはわからないけど。でも帝都にも友達ぐらいいるだろ。遠くから光で照らして合図。そんな友達普通じゃない。それはそうだな。確かにちょっと妙だ。それに最近のアナスタシア、ちょっと様子がおかしかったように見えたから。そうか、そうだな。ありがとう、アザミ、教えてくれて。まあ気にしすぎだとは思うけど。アナスタシアに何をしてたか聞いてみるよ。わかった。じゃあ、あとは聖獣郎に任せる。おかえり、アナスタシア。どこに行ってたんだ。ええ、ちょっと電話をね。電話。悪いけどキャプテン、今日は疲れたわ。部屋に戻って休ませてもらうわね。それじゃあおやすみなさい。 ああ、おやすみ、アナスタシア。アナスタシアちゃん、どうした？何か用か？なんだ？レイジがアナスタシアに撃たれた。レイジは無事なのか。
腹部銃弾貫通、現在は意識不明です。小町が治療しています。そうか、分かった。アナスタシアはどうしてる？無限にて無断出撃しました。5分前のことです。あの清十郎さん、実はアナスタシアさんが私の刀を持っていったみたいなんです。サクラの刀？はい、部屋にあったはずの刀がなくなってて。司馬さんも証言しています。アナスタシアさんが刀を持っていたと。どういうことだ？詳細は分かりませんが、アナスタシアさんが裏切ったのは間違いありません。裏切ったなんて言うな。とにかくアナスタシアに繋いでくれ。はい、通信繋がります。アナスタシア、神山だ。アナスタシア、止まってくれ。一体何があった？聞こえているんだろう。どうしてだ、どうしてこんなことをする。答えてくれアナスタシア。さよなら。通信切れました。くそ、みんな出撃だ。アナスタシアを追うぞ。しかし神山さん、過激団対戦の決勝戦がもうすぐ始まります。アナスタシアを放っておけない。きっと何か訳があるんだ。決勝戦に出られなければ不戦敗です。帝国過激団がなくなってもいいのですか？仲間を見捨てて何が帝国過激団だ。みんなアナスタシアを追うぞ。いいこと言うじゃねえか。私らは6人揃って花組だからな。アナスタシアさんにも何か事情があるはずです。捕まえてちゃんと話を聞いて、そして一緒に戻ってきましょう。私たちなら必ず力になってあげられるはずです。里の掟22条、仲間は見捨てるべからず。わかりました。アナスタシアさんを連れ戻してすぐに決勝戦に向かう作戦を取りましょう。間に合う可能性は低いですが、不可能ではないはずです。わかった、なんとかやってみるさ。あと、ん？裏切っただなんて言ってすみませんでした。アナスタシアさんを絶対に連れ戻してください。ああ、必ず一緒に帰ってくるよ。ついにこの時が来ました。世界が待ち望んだ頂点の舞台、世界過激団対戦決勝戦です。競技場も満員となっております。ご覧の通り、ベルリン過激団は到着し、開始の時間を身代わり一つせず待ち構えております。その身につける仮面は絶対的勝利を誓うためのものでしょうか。いつもよりも王者の風格が、覇者の闘気が溢れているように見えます。対して帝国過激団は未だ現れません。ベルリン過激団のこの迫力に、ある意味恐怖のような佇まいに恐れをなしてしまったのでしょうか。逃げてしまったのでしょうか。観客も私も帝国歌劇団の到着を今か今かと待ちわびております。帝国歌劇団出撃せよ。
私を追ってきたの。決勝戦に出なければ帝国歌劇団は取り潰し、それは分かってるでしょ。今ならまだ間に合うわ。早く戻りなさい。決勝戦のこともあるが、今君の方が大切だ。君は俺たちの仲間で、俺たちは花組という家族だ。だから俺は君を必ず連れ戻してみせる。無理よ、戻るつもりはないわ。どうしてなんだアナスタシア、なぜこんなことをする。私の任務は帝国歌劇団に潜入し、あなた方の情報を探り出すこと、そしてその弱点を依頼主に伝えることよ。それって。そうよ、私は敵のスパイなの。驚いた？でもこれが本当の私。スパイってなんでだよ。最初から私たちを騙してたのかよ。そうよ、あなたたちは人を信じすぎるから騙すのは簡単だったわ。どうしてそんなことを。私たち信じていたんですよ。私はこの生き方しか知らないわ。それにこれ以外にどうしようもない。私は私の信念で今を生きているのよ。アナスタシア。俺は信じない。信じないぞアナスタシア。事実を否定しても運命は変わらないわ。私は私の目的を果たす。どれだけ人が抗おうと、星の導きには逆らえない。導かれるままに輝くしかないのよ。それはどういう。これは魔幻空間。聖獣郎さん。まさかアナスタシア。思いを届けて、オーブ。俺は信じる。帝国歌劇団参上。分かっとるとは思うけど、魔幻空間を作り出せるのは上級コーマだけや。あ、もしかしたらや、アナスタシアさんは。全員慎重に行動せよ。この奥にアナスタシアさんがいるんでしょうか。おそらくな。はい、行きます。聖獣郎さん、閉じ込められました。これもアナスタシアさんの仕業。どうして。コーマの反応がある。備えて。みんな、私たちの邪魔をしないで。コーマを撃破せよ。急いで片付けるぞ。火だらけだ。
シアさん、絶対に何か理由があるはず。アナスタシアを見つけるんだ。そうだ。いや、大丈夫だ。今の攻撃は？アナスタシアさん！アナスタシア、本気でやり合おうってのかよ。アナスタシアさん、教えてください。あの言葉は全部嘘だったんですか？一万弟子だと言ってくれた、いい公演だったと言ってくれた、あれも全部嘘だったんですか？そう、全部嘘よ。現実を見なさい、さくら。私はあなたたちの敵よ。やめるんだ。話してくれ、アナスタシア。遅い。やあ。いけ。はい。せよ。はあ。せ。行くぞ。アナスタシアさん、どうしてこんなことに。さくら、今は目の前の敵に集中しろ。
先へ進むぞ。待ってください。さくら、清十郎さん、私たちアナスタシアさんを見つけて、それからどうするんですか？アナスタシアさんを探して戦う？アナスタシアさんを倒すの？わからねえが、この状況、そうなる可能性は高いかもな。アナスタシアさんは本気で私たちを攻撃してる。でもアナスタシアさんを倒すなんて、私やっぱり嫌だよ。とにかくアナスタシアを見つけるのが先だ。行くぞ。清十郎さん、来ないで。これ以上は手加減できなくなるわ。神山さん、その先の区域に多数のコーマ反応があります。アナスタシアさんの罠ってこと？上等だよ。この程度で止められねえってことを教えてやる。行きましょう。そして本当のことを教えてもらうんです。最後の警告よ。これ以上は命の保証はないわ。引き返しなさい。それは聞けないな。俺たちは必ず君を連れ戻す。バカな男。みんな油断するなよ。やっ、さ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 っ、そこか。ふっ、さあ、ふっ、ちょ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 っ、ち何も力になれないのか。無理。これはあの方にしかできないこと。あの方、やっぱり何かあるんですね。こんなことをしないといけない理由が。さすがアナスタシア、アザミたちの動きを熟知してる。やりてっちょっちょっちょっ、アナスタシア、もういいだろう。訳を話してくれ。まだそんなこと
いい加減にして。霊力反応極大。何かいます。気をつけてください。何を手間取っているの、アイスドール。あなたの望みを叶えてやれるのは私たちだけ。それを忘れないで。はい。貴様、アナスタシアに何をした。私は何もしていませんよ。すべてはこの子の選択。あなたたちを裏切り、あなたたちを殺すのも、すべてこの子が望み選んだ運命です。まずはコーマを撃破するぞ。そしてアナスタシアを探すんだ。くそ、やりづらくてしょうがないぜ。行くぞ。闇を切り裂く神速の矢が殲滅しました。アナスタシア、反応を見つけました。ただ先ほどの夜叉の機体反応もそこに。分かった。気をつけろよ神山。あの夜叉の機体、すげえ禍々しい気を感じた。恐ろしい力です。まるで闇を塗り固めたような。アナスタシアがこの先にいる。そしてヤシャも。厳しい戦いになるだろう。気を引き締めていくぞ。はい、絶対にアナスタシアさんを取り戻しましょう。アナスタシア、そいつから離れろ。そいつは君を利用しているだけだ。だから何？私もあなたたちを利用したわ。私の望みを叶えるためにね。アナスタシア、もう引き返せない。私はあなたたちを倒す。惹かれ合う者たちが殺し合う最高の舞台です。お前は一体何者だ。いい加減正体を見せろ。その仮面を取れ。我が名はヤッシャ。それ以外の名などありません。なんて元気。やっぱりあなたは。
ゆっくり考えてる暇はねえぞ。ヤシャが来るぜ。アナスタシアさんも攻撃してきます。聖獣郎、指示を。全員ヤシャを狙え。ヤシャを倒し、アナスタシアを救い出す。了解だ。絶対にアナスタシアさんを助けましょう。ヤシャは強敵、でも負けない。聖獣郎さん、やりましょう。さくら、ヤシャが相手だけど大丈夫か？うん、ヤシャがもし神宮寺さんだとしても私が倒してその心を取り戻してみせる。いい顔してるじゃねえか。それでこそ浜宮さくらだぜ。アナスタシアさん、さくら本気で来なさい。死ぬわよ。私は死にません。あなたを取り戻すまでは。アナスタシアさん、あなたは嘘をついています。全て真実。私はあなたの仲間なんかじゃない。私は信じません。あなたは自分の心に嘘をついてる。あの公園、あの喜びは絶対に嘘じゃなかった。闇を切り裂く神速の刃。みんなが心を一つにできた、あれが嘘だなんて私には信じられません。あの涙は絶対に嘘じゃないです。嘘であんなに綺麗な決める。青き空をかける天の衝撃。アナスタシアさん。たまっ、ヤシャ、アナスタシアさんに何をしたんですか？知りたければ私を倒すことです。ま、無理だと思います。ヤシャ、お前の目的は何なんだ？教えてあげますよ。あなたたちが絶望した後のね。合体攻撃準備完了。二人の心を合わせるんだ。行くぞ。転校生を紹介する。あ、あなた。君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破始動。そこ。この程度で限界突破終了。行くぞ。闇を切り裂く神速の刃。竜王無尽。少しはやりますね。これはどうしたんだ。無限が動かない。あなたたちの量子水晶は我が剣で闇に落ちました。動けないでしょう。そこでおとなしく見ていなさい。ヤシャ様、ご苦労でしたね。アイスドール、さあそれを渡しなさい。待ちなさい。愚かね。量子戦闘機も武器もない。それでも私と戦うつもりですか？ヤシャ、お前の目的は何だ？アナスタシアを利用して何を企む？私の目的、それはこれを手に入れることです。私の刀。これこそ私たちが探し求めてきた神器。帝都を切り玄都を呼ぶ剣、すなわち帝剣。
け。スミレさんが言っていた。これさえ手に入ればもはや全ての目的はなったも同然。アイスドール、あなたの働き見事でしたよ。それでは、あなたの願いを叶えて、愛する家族に会いに行きなさい。アナスタシアさん！よっしゃ、貴様！騙してたのね、ずっと。騙す？ちゃんと家族全員よみがえらせますよ。私たちの傀儡としてね。やらせるか！これさえ手に入ればそいつは用済みです。好きにするがいいわ。家族のところに行けず残念でしたね。キャプチェン、みんな。アナスタシア、喋るな。傷が。ごめんね。アナスタシア、死ぬな。アナスタシア！ご観覧の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。決勝戦でベルリン歌劇団に挑むはずの帝国歌劇団は時間までに到着しませんでした。報告では本拠地である大帝国劇場ももぬけの殻。これはおじけづいて逃げたとしか考えられません。あるまじき事態、歌劇団の恥です。ですが結果は結果、帝国歌劇団の危険により優勝はベルリン歌劇団と決まりました。ここに全世界の歌劇団を解散し、ベルリン歌劇団を中心とした新たな歌劇団、ウルフ歌劇団の設立を宣言すると。建前はここまでかな。歌劇団大戦、面白い茶番だったよ。仁義帝権は我が手にあり、今こそ帝都が滅ぶ時だ。今ここに幾千の煮えとなる魂と封印を解く鍵が揃った。イデイオ、ゲントよ。ダメよ。信じた仲間と突き進みなさい。帝国歌劇団花組出撃よ。了解。次回新桜大戦花の定め、大正桜にロマンの嵐。必ず全員で生きて帰るのよ。